自分のサイトが安全かどうかを調べる。何か情報を持っているとき、例えば商品を販売するサイトとか、いい商品なのになかなか売れない。見にも来てくれない。SEO 対策もしたのに効果がない。実はせっかく作ったサイトが、不正サイトとウェブ上で認識されている。これでは、サイトを立ち上げた意味がありません。ではなぜそうなったのか、その原因にはいくつかあります。行った SEO 対策が間違っていたとか、ウイルスが侵入しやすい脆弱性があるサイトとか、不正アクセスを何度も受けているとか、こういう時は、Google のセーフブラウジングの診断をしてみるといいです。診断して何か出れば、それが原因の可能性があります。対処すれば原因の一つがなくなります。何も出なければ、他に原因があると考えられます。電話でのオレオレ詐欺が巧妙になっているように、ネット上での不正アクセスも日々更新されています。その餌食にならないためのサイト作りをしましょう。